宮澤ゆき選手を1分で紹介。金沢総合出身の高卒選手、今年で11年目の29歳ベテラン選手です。金沢総合時代にはインターハイ優勝を果たしています。リーグ入りから所属はずっと絶対女王のエネオスでしたが、去年富士通へ移籍、町田選手やオコエ選手とのコンビネーションでチームを準優勝へと導きました。183センチという高身長ながら、スリーポイントを主体とした幅広いオフェンスが強みです。昨年は肩の負傷によって 25% にとどまったものの、それまでは 40% 近くありました。日本代表としての活動も長く、学生時代から世界を相手に戦い続けていました。東京五輪での活躍も記憶に新しいですね。日本屈指のフォワード選手と覚えてもらって大丈夫です。エネオス時代に続けて富士通でも優勝を目指します。ベテランとして全てを経験した彼女の活躍に要注目です。 W リーグ UN チャンネル Court Vision